いたわ。普通にいたわ。あ、で、バナナチップがあって。結構落ちてんだね、バナナチップ。ちょっと探してくるか。バナナチップ、あ、いけないわ。ダメか。とりあえず、今手に入れたバナナチップを使っていこうか。ディフェンスも上げといた方がいいかな。よし、とりあえず、試しにこれで行ってみようか。お主、ニートだな。もう、隠しても無駄だ。主人公はダメだった。もうね、ニートの典型だもんな、藤尾くんはな。そうだよな。恨みはないが、切り捨てごめん。さあ、やっていきましょう。粗大ゴミ多分すぐ死んじゃうと思うんだよな。三人に倒せるかな。とりあえず、そうだな。精神統一。からの、もろね、こいつ肉体攻撃やってきそうな感じだもんな。で、バージニアで防御を上げとく。サルドボは、そうだな。自己強化でもしとくか？あ、意味ないと思うんだけどね。とりあえず強化していくか。ちょっと音下げるか。よしよしよし。さあ、どんどん攻撃してくるかな。防御フィールド。マインドアタック180の強っ！エネルギー集中、エネルギー集中！めっちゃ上がるね。すごいすごいすごい。いいよ。藤尾くんがちょっとこの敵きつそうだな。肉体に弱いからね。どうしよう。精神統一したけど。そうだな。セブスター4食らうかな。で、強化コマンド。藤尾くんにやっとくか。で、くるみは、バージンのやつやったから。そうだな。まあ、セブスター5でいいか。反対だしな。どれくらい食らうかだな、それが。サルの怒り。そうね。粗大ゴミはどうしよう。回復しとくよ、とりあえず一応ね。338。あ、いいね。あ、いいね、いいね。食らうね。電柱、充電中。さあ。いいね。粗大ゴミに攻撃が来ないのはすごい嬉しいね。セブスター4。で、ロビンは、藤尾くん回復してって、4でいいかな。で、セブスター5。じゃあ、もうサルロボの攻撃行こうか。どうしようかな。じゃあ、サルの怒りから行くか。体毒性攻撃。裏剣。よしよしよし。あ、眠っちゃった。あ、いいね。え、強くね？普通に強くね？ 311 とか食らわなかった、今。強いな。ただ、ロビンがちょっと寝ちゃったんだよな。状態回復。治るレースでいいか。で、クルミはどうしよう。サルロボの MP がなくなっちゃったんだよな。サルロボってアイテムで MP 回復できんだっけ？そうだな。ファミリーマンジュでも上げとくか。うん。で、防御でいくか。さて、マインドアタック。精神攻撃もやってくるんだね。金属性も食らえそうだな、結構。精神攻撃以外にもね。で、ロビンどうしようかな。剣とで攻撃下げとくか。で、くるみちょっと試しにゴージャスを使っていく。粗大ゴミは、あ、やっぱ回復できないか、MP。ダメだったかな。そうだな。攻撃するしかないな。あ、いいね。金も結構食らう。強い。ただ倒せない相手じゃなさそうだな。量がいたらもっと楽だったんだろうけど。サルロボが、いかんせん、まあ、使えなかったんで。さあ、ハイライト3や4でいこう。4で。じゃあ、ゴージャス、いや、潰したのが、か。で、攻撃。な！外してやがった。いいね、いいね、いいね。148攻撃で食らうから。まあ全然いいか。で、ハイライト4を。あ、違う違う違う。ハイライト3でいっか。で、クレミセブスター5攻撃。いいよ。さて、え、埋蔵金バスター
これ金属性攻撃かな。めっちゃ食らったじゃん、あいつ。粗大ゴミ。まあ、あいつはほっといていいや。ほうほう。全属性へ対応してるんだね、こいつ。ゴリゴリの肉体派かと思ったけど。ちょっと回復欲しいな。一旦キャビンツリーに変えてみるか。金属性攻撃に。あ、こっちの方がいいな。全然コスパもいいし、こっちの方が全然。真似にしてみるか。あ、やばい。くるみがやばい。一旦そうだな。キャビン。キャビンツリーで。神聖なる風。いや、ハイライト4で、で、キャビンスリーか。うん、100レス剣。うー、強い。これはやばいな。デラックス使うか。で、ロビンは、また MP 回復係かな。回復すごく、かな。いや、強いな。下手したらラスボスより強いんじゃない？強っ。普通に強い。キャビン3。攻撃の手を緩めずに回復も行っていきたいね。で、3。いいよ。オッケー。金の構え。あ、金も強くなってしまった。こいつマジめっちゃ厄介だな。普通に強いぞ。バフ技、デバフ技もないからな。この特性を下げるみたいな。となると今聞くのは精神攻撃ぐらいなんだよな。マインド。あ、そっか。マインドコントロールも覚えてないんだね。この状態だとね。なるほど。どうしよう。攻撃にしてみるか、一旦。攻撃、通常攻撃どれくらい食らうかだよね。で、空部にちょっと、MP 回復をさせて、こうか。96。あー、やっぱ全然食らないな。さて、どうしたもんか。セブスタに乗り換えて、ロビンも、セブスタで。セブスタどれくらい食らうかな。ふわふわでどれくらい MP 取れるかな。14。あー、美味しくねえな、そんな。そんな技も覚えてんの？いや、こいつめっちゃ強いぞ、普通に。どういう補充してくるべきだったかな。とりあえず MP 回復にして、強いやつか。マインドアタック。強っ！厄介ですのレブスター4で。で、ロビンが、どうすか、ピース3かな。3で使っちゃうけど。メビウスだと！あぶねえ！ピース3強えな。回復しといてよかった。そしたら、魔法水回復で。そうです。まあ、どうしようかな。神聖なる風と、ちょっと回復しようか、このターンね。デラックスで。これで足りるかな、回復。OK。よ。前向きました。くるみめっちゃ食らうな。そうですな。自分で回復するか。ハイライト3で回復して、ロビンで、ハイライト4でくるみ回復。で、セブンスター5かな。173。これな、これ強いや、めっちゃ。マジで。HP はとりあえず立て直せたんで、そうですな。クルミの MP 回復して、このターン防御にしていくか。いや、ほんと強い、こいつ。裏剣。睡眠も厄介だしな。これめちゃくちゃ厄介なんだよな。ハイネット3かな。回復で、セブンスター5のしかないんだよな。早く溜まってくれ、早く。ナイス回避、いいよ。よし。MP 回復、他なんかないかな。こういう元気なあるとこは、もう最終、兵器的な感じになっちゃうんだけどね。よしよしよし。メビウスか。こいつ MP いくつ持ってんだよ。
無限じゃないのこいつ。そうだな。MP も回復させたいから、X ジュースくるみ、ムビンは、ハイレット4を浮上で、防御かな。防御、一応守っとくか。うわ、メビウス。あぶねえ。いやー、マジあぶねえわー、ほんとに。あ、やべえ、オート使ってしまった。やばいやばいやばい、やっちまった。大丈夫か。あー、だな。やっべえ、めっちゃミスった、今。なんでオートにしちまったんだろう。なんかステータスアップのアイテムもあったよね。あ、あったあった。パワードリンクね。このあたりも使っていいかもしんないね。よしよしよし、大丈夫か。粗大ゴミは、ミックスジュースを、食に使って、ムビも回復していく。ナイスナイスナイス、いいぞ回避。粗大ゴミナイス、結構役立ってる。そしたら、オッケー、これで攻撃に久々に、転じられるかな。で、ブースター4、セブースター4。で、粗大ゴミを、もう一回 MP 回復に割り当てたいかな。まだやられないか。そろそろくたばってほしいんだけど、おー、粗大ゴミまあ、これは仕方がないんで、仕方がないね。やっぱトレードというか、くるみにね、トレードを覚えさせるのが本当にいいかもしんない。欲しいわ。めっちゃ欲しい、今。トレードが欲しい。MP 回復手段がやっぱり、めちゃくちゃ大事だね。攻撃、ちょっと MP 使わないようにして、回復だけに MP 使うようにするかな。アイテムの消耗も結構激しくなってきたからね。そういう風にするかな。俺は、ハイライト4、ロビンで、で、デラックスか。百裂剣嫌だなぁ。痛ぇ。めっちゃ痛ぇ。どうしよう。自分で回復かな、藤尾くんね。これはレッドブールかな。あ、一個しかないんだ、もう。マジか。消耗がマジでやばいなぁ。レッドブール使う。ハイライト4をくるみにやる。で、セブスタ5か。あ、やっと来たー。何分やった俺これ30分くらいやってたんじゃないの。いや、めっちゃ強かったわー。こいつ一番強いわ。間違いなく強いわ。いやー、強っ。なかなかやるな。見直したぞ。きっと職につかないのも何か理由あったようなことなのだろう。もしよければ接戦の代わりにこれを使ってくれ。そう、で、これで妖刀村の里よね。ロビン専用の最強武器が出てくるわけ。世の中はまだまだ強いものがたくさんいるようだ。接戦も一から出直すことにしよう。最後なんかめっちゃいいやつみたいになったけどさ、めっちゃ強かったぞ、ほんとにこいつ。ちょっとごめん、途中マウスが映ってたね。あー、強っ。ちょっと、量連れてくるべきだったな。こんなゴミ連れてくる、来るんじゃなくて。エクスカリボーが一番強いんだけど、今。これはね、さらに強いんですよ。ヨトムラマサという。これ多分ロビンだけしか装備できないんだよね。そう、他のやつは多分、装備できないんですよ。ね、多分量も装備できないから。いやー、まあ、でも、苦労した回はあったんじゃないかなっていう感じはするけどね。扱うものの精神力を吸収して攻撃する方の攻撃力360度が100弱上がるわけ。強っ。ヨトムラマサ。かっこいいね、ほんとに。で、こっちも装備できるようになるわけですよ。めちゃくちゃ良くないですか。で、まあ、虹色の傘とかこれ装備したら強くなるんじゃない。あー、無理か。下がっちゃうか。まあまあ、そんなわけです。あー、強かった。ちょっと、今回疲れすぎたわ。強すぎてあいつ。あとちょっとステータスアップの必要性も感じてきたな。なんか、秘密の部屋じゃなくて開発ルームのガチャガチャ金貯めて回すのもありかなって気もしてきたな。はい、というわけで、あとサルラボの強化もしておきたいですね。いろいろやることできたわ。ちょっと番外編もうちょっと続くかもしれません。というわけで。もし続くのであれば、また、お付き合いお願いいたします。というわけで。お疲れ様です。ちょっと今回失礼します。あー、疲れた。